皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。えっ、ー、と今回はですね。yg サーブの回転のかけ方についてやっていこうかなと思います。ま結構ですね。あの YG サーブ回転かけれないよ。っていう方とかがいるような感じで、あのまフォームは出してるんですけど、よくよく見ると全然回転かかってへんやんとかっていう方、本当に多くてですね。えまどうしたらかけれますか？っていう。 相談だったりとかちょっと見てくださいって言われて取ったら全然かかってなかったりとかそういうことが多いのでまあちょっと YG けるの難しいんですよ、ね、なんでまあどうやったらある程度回転かけれるようになるのかなっていうところをちょっと解説していきたいなと思います。でまあその中で私がとりあえずこうやったら回転かかるんじゃないかなっていう一番まあ基本というか。 ややりやすいチャレンジしやすいものとして今日はお伝えしていきたいなと思います。でまずかけれない方最初にどういう練習をしたらいいかっていうとソワイジで回転をかける感覚をつかむっていうところも一番最初にやって欲しいんですね。それはどういうものかっていうと、も、え、う、ー、台に向かってこう本当はサーブ出すときってこうやって横向きに構えるんですけど、えー、そうではなくてもうちょっと 立った状態でいいのでちょっと正面の方を向くようなイメージでこうやって回転をかけてこう戻すかけて戻すキュッとかけてこうやって回転の力でボールが戻ってくるようにこれをちょっと練習してくださいそもそもサーブを出す時にこういったキュッとかける感覚を表現できないとまあ 当たってるだけの YD サーブになって全然回転がかからないということになってしまうのでまずはですねこうやってキュッとこすって戻すっていうのを練習してくださいまあこうやって前を向いてかけるときにちょっと注意してほしいのが手首をなるべく柔らかくしておくってことですねこう腕に力がグッて入ってしまうとあんまり早く振れないんですよねここがなので どっちかっていうともうあんまり YG って振れる幅が少ないので手首の力を最大限に使ってやらなきゃいけないのであんまりこう力を入れずにまずは大きく動かせるように大きく動かせるように大きく手首をグッと入れてグッと開くこういう動きですねこういう動きですねこの動きをしっかりと力を抜いて大きくやっていただくっていうのが大事なのかなとそれにプラスして腕もちょっと振ってあげる。 はいまあ、ここで力んでしまうと腕だけになってしまったりとかすごい遅いスイングになってしまったりするので力抜いといてキュッと瞬間的に手首を使ってあげる力を抜いといてキュッと瞬間的に手首を使ってあげるそうするとあるる程度安定して回転がかかるのかのなと思いますもちろんこういう動きすると最初はこう空振りをしたりとか変なところに当たったりするんですがまあそこはもう気にせずにガン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 やっていただいて。 感覚をついいます。まああの下回転の時もこういう練習してくださいねってもういろんな動画で多分言ってると思うんですがこれの YG 版ですねここでかける感覚を身につけるここでかける感覚を身につけるでそれができたら次のステップとしては横を向いて今度こっちにかけるこっちにかける。 まあさっきとやってることは一緒ですね。はい。これがですね、前に飛ばそうとしてしまうとボールをポンって打っちゃうんですよね。ポンって打ってしまうとえ回転が非常に弱くなってしまったり、全然かからなかったりしてしまって、結構ここに落とし穴があると思うんですよ。横を向く、手首をこう使う。でもボールは前に飛ばす。これって結構全部ちゃんとやるって難しいことだと思うんで、まずは一個ずつクリアしていきたいんで、横を向いても。 回転をかけられるここういういとです、ね、横を向いてもこう回転をかけるここをですねクリアしていってくださいでそこから三つ目のステップとして少しずつ回転をかけながらこうちょっとずつ横を向いた体が横を向いた状態で前の方にボールを飛ばせるようにこういう形ですねはいもうまっすぐ戻ってこなくてもいいのでこういう形で回転をしっかりかけたことを 目視で目で見て確認しながら前に飛ばす。おっサーブになりましたね今。っていうことをやってみてください。前に飛ばしながら回転をかけるで回転がかかってればあのちゃんと曲がったりとか少し戻ってきたりとかするんでこれはもう目で確認してください。いきなりいいサーブを出そうとするとパーンと弾いてしまってこう前に進んでいくだけ。 っってていうう状態になってしまうんです、ね、もちろん狙ってアップサーブ出したらいいんですけどおそらくかからない人はその前の段階でつまずいているのでまずこういう形でボールを回転をかけて戻してくるっていうことを意識してください。はい、で、まあ、これをしばらく繰り返し練習していただいてギュッとかけながらこう前に飛ばすっていうことをやっていただけたらなと思います。 今三つ目のステップで言った練習をやっていると、えーまあ、結構浮きやすいんですねこうやって高くなりやすい、はい、高くなりやすいのでこういう形ですねこれをまあどうやって実践的にするのか、まあ、こんな高かったら実践的じゃないんでどうやってやるのかっていったら今完全にボールの底をこうやって回転をかけてたのをほんのちょっとだけもうこれが こうなるぐらいですねほんのちょっとだけ前,前に傾けてあげて斜め下をこするそうすると低くなるんですこういう形ですねもうこのぐらいの角度ですね結構 YG で前に飛ばそうとすると 完全に立っちゃう方がいるんですけどこれでボールの後ろをかけるっていうのは非常に難しいですし相手に取ってもらわないとちゃんと回転がかかってるかっていう判断もできないので最初の段階はせっかく今までここまでのステップでボールの下をかけてえまあ回転かかってるのチェックしたよっていう状態なのでちょっとだけ前に傾けるちょっとだけ前に傾けて同じように下の方をこするようなイメージでやると。 低く入りやすいんですい、ね、でどうですかこういう形で見たら、あのーまあ、今思いっきりかけてるわけじゃないんですけどかなり実践的に使えそうな yg サーブになってきてきますよ、ね、こういう手順でやってもらうと、まあ、低くてかかったサーブっていうところまではある程度行きやすいのかなと思います。はい まあ、あ YG サーブのかけ方がいろいろあるって言ったんですけどもちろんトップの選手も、えー、こう今やったように下をすくって回転をかけようっていう方もいればボールの後ろですね真後ろの方をガッって切って出す方もいれば上から下にこする方もいればもう本当にいろんな出し方があるのでまずはそのこういった手首の使い方腕の使い方で回転をこうかけれるようになってから もうこういうい選手の出し方がいいっていうので真似してこう出したりとかこう出したりとかいろいろチャレンジしてもらったらいいかなと思うんですがこのかける感覚をつかまないまま上手な選手の動きの真似をしてもあんまり正直意味ないですね。形だけ似てるけども中身が全然伴ってないっていうその回転が全然うまくかけられないっていう状況になってしまうのでまずは。 Y 字での回転をかける感覚回転をかける感覚っていうのをつかんで練習していただいたらえ非常に効果のあるものになるのかなと思いますのでぜひやってみてくださいありがとうございました動画のご視聴ありがとうございましたチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いしますこれからもためになる動画卓球が楽しくなる動画たくさん頑張って作っていこうと思いますのでよろしくお願いします 最後までご視聴ありがとうございました。